よ。もしかしたら早見ちゃんに対してかもしれないけど、早見さん自身がね、なんか本編がね、いい意味でその正解の読めない人だから、うんうん、早見ちゃんね、どんな子なのか、うん、いや本当に珍しいですよ。僕本当正直なこと言うと、うん、根底がどっちか分かんないんですよ。また早見さんって本当にいい人なのか、うん、ものすごい計算なのか、うん、でも俺はものすごい計算で騙されてもいいと思ってる。確かにね、早見ちゃんだったら騙されてもいいと思う、ね、いいと思う。俺はもう幸せです、うん、そうかもしれない。僕もそれ幸せですって言っちゃうと思います、うん、多分前者だよ、うん、なんだろうね、その後者の波動を感じないよね、うん、彼女ね。全然感じない。だから逆に聞き上手なんからもっと、でも自分のことって実は話さないんだよね。そうですね、ちょっと掘り下げていきたいですよね、うん、だからこれラジオ来た時にさ、なんとなく聞き手に回るんじゃなくてちょっと食い込んでみてくれ、うんうん、いろいろちょっと聞いていこうと思います、でもなんかのらりのらりくらりと違うな、こうスルスルっとなんか清流のようにこう流されてしまいそうなのよね、うんうん、無茶振りにも強いんだ、うん、自分のラジオに呼んで、うん、無茶振りのコントをやろうってなって、うん、全部完璧だった切り替えだ、すげえってなって、編集点が何もいらないってなって、すげえ、さすが。だから分かんねえんだ、今だに。そっか。いや、いいな、ちょっと掘り下げたいですね、うん、そんなよくできた子来たら困っちゃうな。そんなバカなダメだよ、パーティーメンバーなんだから、うんうん、杉田さんはさ、チョコレートどれぐらいもらいました？チョコレート毎年ね、事務この仕事始めてね、あの14日に届くのはキャラクター宛てだね。ああ。どこに送っていいか分かんないから、うん、キャラにで、演じてる杉田さんもそのキャラに見合うようにもっと頑張ってください、うん、あれ知った激励。そうなんだね。へえ、さらなニュアンスのコメントはあるね。なぜかホニャララさんと一緒に食べてくださいって2つ送られてきた。ああ、なるほどなるほど、うん、あの方ですね、うん、人ね。あ、そうなの。あの方ってなんだよ。そういう人がいる。なんとなくあの相方がね。そうそうそう、なんとなくはいはい、っていうとかね、なんで俺に送ってくるんだ。そうそう、で別に電話かけて、なんか来たんだけどって言った。ああ、甘いものか、うんみたいな。この反応でわかる。そうだね、そけないからね、あの人ね。はい、じゃあ、イマルの弟子さんからいただきました。ありがとうございます。ますそして、うん、なんと、次回もゲストの方が来ますよ。私は呼ばれてないのに、うん、来ようと思います。あれ？それ怖い。ゲストは、レイヤーロランド役の早見沙織さんです。やったー！やったー！レイヤー！レイヤー来るぞ！やっほい！なので、次回は、沢城早見でお届けしたいと思います。皆様からのメールもお待ちしております。番組内のメールフォームから送ってください。また会おうと、むするん。